散歩。ということで、今日は気持ちを切り替えて京都のアンティークショップを巡りたいと思います。まず最初に訪れたのはソイルさんです。来ちゃいました、ソイルに。もう私はこのソイルが大好きで、京都に寄ると必ず立ち寄っちゃうんですよね。店主の中平さんです。中平さんとね、いつもこう会話をさせてもらってるんですけど、本当に物のこと詳しくて、もうお店にもたくさん本があって、その本をよく見させていただいたりとか、いろいろと勉強になって、もう中平ワールドがこの空間の中に炸裂されているようなお店になっています。物一つ一つが見えるよう、見やすくするようにというか、中平さんの物のセレクトと、その物の並べ方っていうのが非常に勉強になるのがこのソイルさんですね。毎回こう行くと、ついつい話が長くなって長居をしちゃうんです。下から覗いてますね。これ価格見てますか？いや、これはデザインを見てるんですよ、実は。中平さん、もう最高です。うなずいてくれるんです、いつも。中平さんは北欧のものを中心に扱われていますけど、本当にいろんなジャンルのものを置かれていて、本当に時にはここには載ってないんですよ、キティちゃんとかも入って、本当に遊びもしっかりとされていて、もう抜け目ないというか、もうこの空間で十分楽しめれるのがこのソイルさんの楽しいところかな。私はもうすごくそこがすごく好きで、必ずこう京都に行くと行ってしまいます。あ、この熊ですね。これ今回同行したスタッフも中平さんワールドに引き込まれて買わさせていただいたものです。めっちゃ楽しそうに物を見てますね。もう仕事忘れて、何かもう物に夢中になって取られてるのに気づいてませんでした。中平さん、お邪魔しました。また遊びに行きますね。次は北白川にある草原ブロカントさんへお邪魔しました。今回はアポなしで行ったのですが、タイミングよく店主の小泉さんと出会うことができました。何か持ってますね、私は。草原さんは北欧のもの、日本のもの、もう本当にいろんな国のものが、置かれています。隅々まで見る楽しみがこの草原ブロカントさんに行った時の楽しみでもあります。草原さんは本当にもういろんなジャンルがあるっていうのもあるんですけど、もう本当に私みたいなこの物好きで、この濃いものというか変わったものを探すのももちろんそうですけど、またここでもスタッフ、同行スタッフもみんな
人とも物を買ったりとか、もう本当にいろんな人が手を出しやすいというか、楽しめれるお店なんじゃないかなと思います。やってますね、これ撮られてますもう本当に私もうお店の隅々まで見ちゃうんですけど、もう特に草原さんなんか本当に先ほど言ったみたいにいろんなものがあるので、下からやっぱりもう上から横からもうどこからでもこう物を探して引っ張り出して見ちゃう、あ、そんな楽しみがあります。今回買わさせていただいたものはまた別の動画でご紹介できたらいいかなと思ってますので、楽しみにしておいてください。物がたくさんこう乱雑に置かれているようなんですけど、とてもこう一定のこのリズム感よくこう商品が陳列されていて、見ててとても気持ちがいいお店ですね。久しぶりに店主の小泉さんともお話できてとてもいい時間でした。ありがとうございました。今回初めての土散歩どうでしたでしょうか。2日間京都を歩きに歩きました。その中で今回はソイルさん、草原ブロカントさんをご紹介させていただきました。今回購入させていただいたものはまたこのチャンネルでご紹介させていただきます。これからもこのチャンネルで土井の物探しをご紹介していきたいと思いますので、楽しみにしておいてください。それではまた。